シンガーミラノのミラノ通信2023年スタートしました。新年明けましておめでとうございます。新春のお喜びを心より申し上げます。素敵なね、幸せにと笑顔にあふれた1年にしたいと思います。皆さんと幸せをね、分かち合っていきたいと思います。よろしくお願いします。あっという間にね、年が明けてしまったんですが、何しろ30日に私こちらの最終日出させていただいて、その次の日にカウントダウンのね、特番、アズリエフエムのあのダブル秀樹、様、社長と局長がね、進行する、ロング番組で、長時間番組ですが、そちらにズームで出演させていただきました。ダブル秀樹社長局長ですね。はい、なかなかご機嫌なお二人の、トークで、もうそれも私ついに3年で経ちました。3年年カウントダウン参加させていただいておりますして、まあ年輪を感じますがね、このご縁にとても感謝しております。はい、あれ音楽聞いちゃってるか大丈夫。お聞きいただいているのは、今年も変わらず、オープニングソングはオリジナルある日空からで、ご機嫌に、スタートしたいと思います。何しろ、お正月お天気も良くてね、とてもいい幕開けでしたけれども、皆様どんな初日の出とかご覧になりましたか？私のね、友達は結構とか娘とかいいスポットに行って朝日の出を見てましたなので、いい写真を私はいただいてね、まあ、それを拝んでって感じですが、私は毎年恒例のですね、紅白歌合戦を家で見て、自分で年越しそばを作って、あと同時進行でおせちの仕込みなどしながら、年越しそばをいただいて、で去年一昨年の暮れはこちらでね、社長が作った美味しい年越しそばを娘と一緒にいただいたんですが、今年は家で作って食べまして、はい、それで紅白を見終わってちょっとまったり、ちょっと疲れが出たので横になって1時間ほど休んでから、恒例のですね、比叡神社、鳥越神社ではなく比叡神社に犬を連れて、我が家の家宝、2匹になりまして、を連れて、行ってまいりました。もうね、3時過ぎてたので、もうお店も全然なかったし、逆車は駐車場はいっぱいで、結構30分ぐらい待ったんですけれども、中はガラガラでね、なんかとても空気もひんやりしてるんですが、風がなくてとても神聖なね気持ちで、新しい年のお参りができました。はい、去年はまあいろいろ私自身としても、まあ自分でね、自分のマンション内で車に追突して頸椎捻挫鞭打ち症やってしまったり、ちょっと無理を押してしまって、だましだまし歌ったら声帯炎が悪くなって、これは絶対休んだ方がいいですよという、ドクターのおすすめで、心を鬼にして休みました。それでですね、まあ復帰できたんですけども、まあ、そういったいろんな災難に見舞われながらも、まあ、いろんな学びもあったし、ね、これからこういうことをしていけないという、もう本当にいろいろ学びの年だったと思います。そして温かい皆さんにね、本当支えられて、最終的にはなんかとてもいい年末を迎えられたと思います。ありがとうございました。そしてこれからもね、今日はちょっと編集して、そのトークはないんですが、まあ、何しろ私が本当に結構もう眠れない日も日々も、過ごしたディナーショーだったんですが、まあ、
終わりよければ全てよしということで、内容的にはね、もちろんあのメンバーなので絶対お呼びする人に嫌な思いっていうか、絶対楽しい思いをさせて、その自信はあったんですが、まあとにかく蓋を開けないとわからないし、まあいろんな悪条件、いろんなね、難関も、小さな難関を乗り越えてやっとやったんですが、まあウリノさんはこちらにもね、その前の週に出てくださって、すごい華やかにしていただいて、あと当日はこの日、その日はまあね、本当に番組をまるまるほぼ使っていただいたで、楽しいお話をしていただいたんですが、ショーとなると、まあ、持ち時間が8分なので、まあ、その間で何も打ち合わせもなくで、僕はもう大体ね、いつもね、あまりテーマを決めないんで、こうその言った感じのフィーリングっていうか、空気で話すことも決めるっていうか、おっしゃったんですが、本当に自然体でもうすっともう人のね、気持ちをつかまれるんですよね。ではその中でやっぱりおっしゃったいい素晴らしかった言葉は、その出会いがね、出会いが人を育てるということで、いい出会いをするために自分を磨き、その出会ったことによってまた自分がどんどん成長していくでね、本当にその出会いのドキドキ感、ワクワク感っていうのをいつも持っていくることが大事、人生のね、その宝でありということで、そういう内容をいただいたんですが、それもなんとウリノさんは出会いは億千万の胸騒ぎというね、もう超名曲、郷ひろみさんの2億5000万の瞳、ちょっと待ってください、その名曲を残したわけですが、その時に僕はまだ30そこそこだったのに、なんでそれが分かって作っていたのかなって、 今それを実感しているっておっしゃるんですね。だからやっぱり天才なんですよねでそれをもう本当に私は横で聞いていて、なんかすごいな、すごいなって、もうただね、感心して感動しました。それでちょっと家庭にちょっと出かけられるかギリギリまで、こう家庭の事情でギリギリまで返事ができないけどいいですかっていうお客様が一人いらしたんですが、ぜひ家庭のね、ご自分のその都合は優先してください、無理なさらないでっていうことで、でギリギリに本当にいらっしゃれることになったんですよ。そしていらしてもう本当に真剣に聞いてくださっていて、あとすごく楽しんでいらしたのが私もひしひしと分かって、すごく嬉しかったんですが、やっぱりそのウニノさんの出会いが人を育てるっていうことにどれだけね、なんか勇気づけられたか、本当に今日その言葉を聞いて来てよかったっていうふうにおっしゃっていただけて、もう私は本当にやっぱりその方だけじゃないの一言と、その周りの方がね、本当喜んでくださったので、何しろまたこれからのね、原動力として頑張っていきたいと思いました。ありがとうございました。まあね、そんな感じで、やってましたが、今年明けはですね、今日がスタート、その前はスポーツクラブ、おとといがスポーツクラブ、4日がですね、年初でスタートしたんですが、やっぱりものすごい、もう駐車場とか満車でした。で、悲しかったのは、私が好きなそのスポーツクラブって結構お風呂が充実してましてですね、プールの他にプールにも一つジャグジーがあるんですが、今それもなんと節電でね、
夏に節電になりましたよね。それで一旦戻ったんですが、また冬もなぜかね、節電で、その、プールにある丸い中央にあるジャグジーが今ストップしてるんですね。で、お風呂場のジャグジーもストップ、なんか、あれ平らになっているということは、泡で結構丸見えなんですよね。なんかみんな、何これ見えちゃうじゃないね、なんていうなんか言ってまして、なんか、年明け早々節電ですかみたいな感じだったんですが、まあ私はそこで1時間ね、ちょっとこうなまりきった体を1時間のこう水流に逆流歩行ってあるんですけど、それかなり運動した感がありまして、頑張って1時間やってまいりました。そしてサウナ入って、水風呂入って整ってまいりました、ね、整えないとねいけませんよね。そんなスタートですが、まああとは後ほどちょっと見ていただきますが、ミラノ食堂、いろいろ、まあ娘たちが来るのでね、こう張り切っちゃうんですが、まあその娘夫婦とか集まって、もう本当に食っちゃね食っちゃねなんて、なんかこうだらけた生活をしてるんですが、またその締めに坊主めくりとかいう百人一首ではなく坊主めくりというね、100円ずつかけて、なんかちょっとしょぼい賭けで吉凶を占いましたが、まあそんな平和なお正月を過ごしました。はい、で、先週は鳥越を神社をね、お参りしまして、あ、そうそう、ごめんなさい、あずり FM は新年2023年も、もう怠ることなくコロナ、対策を行っております。はい、開局当時から変わっておりませんが、入局時の、手の消毒、そしてスタッフ全員のマスク着用、そして私は今日一人ですが、共演者がいるときはアクリル板を設置しております。それと今鳥越神社で思い出したんですが、大好きなこの鳥越神社のイチョウが見える、窓を全開にしまして、空気を番組の間に空気を入れ替えております。そして、この番組スタジオの消毒ですね、それと、オゾン消毒の機械の設置は開局当時からしております。そんな感じで、ね、今日は私は35度8分でした。はい、ということで、元気にやってまいりましょう。ついに鳥越神社のね、でこれで私は本当に四季を感じめでているんですが、このイチョウの木、ついに葉っぱが1枚もなくなりました。ね、ほんと新芽から新緑、だんだん緑が濃くなって、そして今度黄色になって、黄色もね、4本の木が一斉に黄色にならないんですよね。この日の当たる場所とかで、こう、早熟なこと、遅咲きのことじゃないですけど、その黄色にね、ようやくみんな揃ってなったと思ったら、落葉してですね、落樹して、またそれが道路、近所の人は大変ですけども、道路がまた黄色で美しいんですよね。そんな感じで鳥越神社とともに私は、四季を過ごさせていただいております。そして、そうそう、特筆すべきは大ニュースなんです。たびたび告知してましたけれども、高橋社長から嬉しいお話をいただきました。で、スタートアップという秀樹社長の詩に、終わりあずり FM の開局に伴い、曲をね、スタートの、オープニングの曲を作ってください、つけてくれないということでご提案をいただきまして、私結構、何人かにね、こう、お願いしていると思って、もうちょっともたもたしてたので終わっちゃったのかなと思って、ちょっとそんな、しかもなんか歌えなくなる時期があったので、ちょっとほっておいたというか諦めていたら、まだですかって言われて、まだ有効期限あるんですかということで、慌てて、作りまして、
しかも辰野美智子さん、こちらのね、月一レギュラー、去年1年出ていただいた辰野さんにですね、お手伝いいただき、編曲していただき、しかもそれがまあ採用になりました。社長がね、あ、いいんじゃないのと局長におっしゃったそうで、じゃあちょっと慌ててやらないと、もう一回歌を入れ直して、まあ一人ね、孤独にスタジオ借りてやりまして、そしてまあ完成、辰野さんがいい感じに完成してくださったんですよ。それをさらに、採用されましたら、こちらのレギュラーのパッパラ河合さんがですね、またまたすごいこう夢のあるアレンジにしてくださいまして、8人のね、ボーカルリストが歌って、男女混合のですねオープニングソングができました。というご縁で私もこの毎週金曜日出ておりますが、毎週金曜日3時から3時50分、15時50分までの、番組第4週は名古屋も同時放送になります。よろしくお願いします。どうぞ。私もね、名古屋もね、絶対今月か来月には伺おうと思っております、きしめん食べにということで、ぜひぜひちょっとそ の名古屋の方もね、知り合いがいないわけでもないんですが、もっともっといっぱいお友達をね、名古屋で増やして、で名古屋も結構ライブスポットがいっぱいあるんですよね。で名古屋にね、ちょっと近いですから、割とやっぱり中部って関西行くよりも微妙に近いんですよね。私などこうに新横浜から乗ってしまったら寝る間もない感じですよね。なので名古屋は身近なので、実際行きたいですし、毎週4週目はぜひ、名古屋の方もご覧になってください。よろしくお願いします。それでは年末カウントダウンの時のズームのちょっとお写真とちょっとだけ動画が、自宅録画がありますので、ご覧いただけたらと思います。どうぞ。あんなに素敵に仕上げていただきましてありがとうございました。もう感激です。もううるっと きました。本当に決まった時はで、またパッパラさんがね、素敵に仕上げてくださいまして、はい、はい、よろしくお願いします。なんかちょっと、ええ、そうなんです。ということで、リラックスしておりますが、スタジオはちょっとアレルギーの関係で、うちの家宝を連れてくることができないんですが、家なのでうちの家宝を両手に、ななちゃんとルナちゃんでございますが、はい、出演させていただきました。ななは結構ね、何度も出演させていただいておりますが、ルナも、デビューさせていただデビューしましたごひいきによろしくお願いしますということで、まあ写真が少しあるかな、 ありますか、いくつか、あ、まあこんな感じで、はい、ドアップですね、はい、こちら可愛いですね、はいで、ですね、せっかくなので、まあ、小出しになるとは思いますが、東部レバント東京で、のディナーショー、クリスマスディナーショーですね、2022年12月25日リアルクリスマスにさせていただきましたが、そちらの、動画をね、プロのカメラマンに撮ってもらいましたので、せっかくなのでちょっとご覧いただきたいと思います。結構長いです。今から20分間お楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いします。
Bye.
メリークリスマス。
Thank you.
自分で拍手しちゃう。どうも長い時間ありがとう。ありがとうございます。なんか思い出して、楽しくなっちゃいました。ね、本当に今、最強バンドという、私がお願いした、素晴らしい、いつもお世話になってる、ミュージシャンと一緒に、賑やかにやりました。それで、最後の、ブルーローズ、3曲から2曲のですね、目の私のオリジナルブルーローズで、素晴らしいダンサーが出てまいりましたね。3人のダンサー、マックスラック、あれ全員マックスラックスではないんですよ。クイズは、真ん中は誰でしょうということで、来週、その答え、正解者にはプレゼントを差し上げます。よろしくお願いします。マックスラックスのね、がものすごいやっぱりもう素敵でした。こちらでね、毎週もう12月なる前から、もうディナーショー出ていただくことが決まってから、毎週のようにね、YouTube も流しましたが、もうそれ以上に素晴らしかったです。もうそれでシックなんだけど、キラキラのね、衣装で、何しろスタイルもお顔も美しいですから、それでいて本当歌の実力も素晴らしくて、バンドの人たちもやっぱりうまいよね、よかったねっていうね、口々に言っていて、やっぱりもう皆さんテンション上がりましたね。本当にまた一緒にやっていただきたいです。こちらもね、アズリの幹部が応援に来てくださいまして、とても楽しんでくださったんですが、今度ウリノさんとマックスラックス特集やるわよみたいな感じでね、なんか絶対それはね実現すると思いますので、今年のちょっとねトピックスとして、ちょっと、予告編お話ちょっとだけ触りだけね、そういうふうにそれが叶うように、頑張りますので、よろしくお願いします。私の4週目のその名古屋同時放送もちょっとね、スペシャルゲストが今お呼びしているので、決定したらまたご報告をします。こんな感じでございますが、今日はですね、私、初生配信ね、ミラノ通信初、2023年初生配信、第1回なんですが、それと歌い始め第1回でもありまして、毎月出ております、レギュラー出演させていただいております、共同のクレイジーラブというね、とても本当に味わい深いお店で、ミュージシャンからも地元民からも、お客様からも愛されているライブハウスなんですが、だいたいね、お店そこですと、お店のブッキングで、塗料が決まるんですね。私が依頼するのではなく、それでですね、今日は、佐山幸太くんっていうね、素敵な若手実力ミュージシャン、ピアニストなんですが、なんとその佐山幸太さんはマックスラックスもお決まりのね、ピアニストなんですね。まあ本当にまたマックスラックスを初めて見に行った時に、ありがとうございます、そう、はい、佐山幸太さんと土屋周平さんベースね、こちらもイケメンな若手で、西川沙織ちゃんめちゃめちゃ美人で素敵なんですよ。もうね、まあ、西川沙織ちゃんのファンが今日来てくれるかなって感じで本当に華やぐし、かっこいいんですね。でもご機嫌な若手実力トリオで歌わせていただきます。まあ、私もね
もう負けじと 負けじというか、本当にこのトリオでね、今日は幸せな歌い始めとなります。7時オープンで7時半からスタートですので、皆様間に合いますから、これを聞いた方はぜひいらしてくださいね。お待ちしております。で、私は今日はその前にですね、この近くにあります、田原町が近いんですが、田原町、浅草にありますハブ浅草というね、ハブってイングリッシュパブですね、ありますよね。そちらで浅草のハブはライブができるようになってまして、なかなかいいステージがあるんですね。そこのライブに今日は、楽団南十字星というね、ラテンバンドですか、バンドの、新春コンサート、毎年恒例の新春コンサートがありますが、そこで、ビブラフォンを担当している、内田浩一さんという方がいらっしゃいまして、なんと今月96歳になられます。それですので、私はまあそれ本当だったらね、ライブと勝ち合わなければもうずっとガチで行ってるんですが、まあ皆さん30人分のですね、寄せ書き、お祝いメッセージの寄せ書き、ファイルを作ってまいりました。それとケーキを、グラマシーニューヨークの美味しいケーキですよ。それと花束、そして銀城酒、それを、皆さんのね、お祝い、みんな賛同者を代表して、私今から届けに行きますので、それでお祝いを言って、握手をして、乾杯はできませんけど、そこでお祝いを申し上げて、そこから共同に向かいます。そんな中身の濃い一日でございましたが、本当、また、明日はね、皆さんね、七草がゆですけど、七草がゆね、ぜひ召し上がった方がいいと思います。やっぱりお正月で胃腸がね疲れているので、やっぱり暴飲暴食、何しろお正月前からクリスマスね、忘年会でクリスマスだ。で、皆様ね、飲んだり食べたりする機会がどうしても多いと思うので、まあこの辺で七草がゆを食べて、こう胃腸を整えてね、こう血液をきれいにして、またこうペースを戻していったらよろしいかと思います。私も頑張ります。暴飲暴食しないようにします。 ということで、少し今日の、クレイジーラブ、先ほどテロップでご覧いただきましたが、クレイジーラブは経堂駅、出ましたら、改札出たら右に曲がって、交番とマクドナルドがありますが、マクドナルド沿いにこう、線路沿いに少しですね、戻っていきますと、温野菜というしゃぶ屋さんがあって、しずるというね、角にハラミステーキと麦とろ飯のお店があります。そこ結構人が並んでるんですが、そこを入って、そのビルの奥にあります、クレイジーラブ、お待ちしております。あと今月はですね、とても少ないんですが、2月、あ、じゃあ1月の14日に、2ヶ月に1回やっております、鎌倉ダフネ、こちらも本当に素敵なお店でしてね、遠藤誠二さん、井上新平さん、川原英夫さんと、の演奏で、私ミラノ、そして近藤ひろみ、政子、この3人でね、華やかに、新春ライブを行いたいと思っております。鎌倉野菜のね、サラダとか、あと地物の地ダコのなんか、いろいろマリンとか、そのとてもね、地のものをとても美味しく、料理したイタリアンテイストのお料理が出ますので、あとパンもね、自家製パンも皆さん買って帰るほど美味しいんですよ。とても地元民にも、あとやっぱりミュージシャンにも愛されて、ママがね、とってもいい味を出してらっしゃるんですよ。もう大好きなお店ですので、ぜひ、
1月14日、こちら、土日は通常営業よりも早く始まります。なので、オープンが5時半、スタートが、18時、それで2ステージですね。こちらもよろしければご予定ください。お待ちしております。あっという間のね、動画がありましたので、あっという間はあっという間なんですが、あっという間の50分でしたが、また今年も、心新たに、ね、皆さんと楽しいことをご一緒したいと思っております。いろんなね、幸せな、情報を発信して、皆様からも楽しい情報をいただきたいと思います。皆さん、何しろ、コロナ禍になってと同時にスタートしたような本当に番組ですが、皆さんと乗り越えていきたいと思っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様と一緒に、楽しんでいきたいと思っております。ではまた来週お会いできるのを楽しみにしております。シンガーミラノのミラノ通信でした。今年もよろしくお願いします。